どうもこんにちは、しゅんじです。今日はね、僕ね、めちゃめちゃ楽しみにしてました。こちら、ディム、ジュラシックワールドシリーズのワンボックスを見ていきたいと思います。これね、中にいっぱい箱が入ってるんですけど、一箱、1430円と。あのね、見た目可愛いんだけど、値段全然可愛くないですね。で、このディムっていうのは中国の、トイメーカーさんが出してるフィギュアのようで、このディムの商品ね、初めて見たっていう方もいらっしゃると思うんで、僕もそうなんですけど、ディムのコンセプトは夢の世界に迷い込んだ男の子で、この男の子ですね、可愛らしい男の子が、こう夢の世界でこういろんな、冒険をするっていうことで、で、今回はこのジュラシックワールドになってるんですけど、他にもいろんなシリーズがあるんで、ね、こう、ディムとなんとかみたいな感じで、この男の子がいろんな、こう、夢の中で、こう、いろんな世界をこう、冒険していくってなってるようです。フィギュア飾られてたんで見たんだけど、めちゃめちゃ可愛いですよ、これ。で、箱もね、これめっちゃ可愛くないですか、これね。もうこれ多分僕撮っときますけど、ジュラシックワールドのこのゲートがあってね。で、ディムと恐竜。恐竜もね、可愛かったです。で、横にラインナップが書いてますね。まあ、こんな感じの、ラインナップとなってて、いや、これすごくない？なんとなくわかる方はわかると思うんだけど、これってジュラシックパークの時の感じ出してるんじゃないのかな？ね、この柵を超えてくる T-Rex みたいな感じかな？なんかそんなイメージに見えるんだけど、どうでしょう？はい。で、くるっと回して、まあ、周りはそんなに何もないね。壁になってますね。はい。では開けますね。はい。開けると、中はこんな感じとなってて、縦3個の横が4個ある。全部で12個ありますね。多分順番とか関係ないんだけど、この前から行きましょうか。左の一番前から、1,2,3,4 で、5,6,7,8,9,10,11,12 と、まあ、この順番で見ていくんで、まあ、多分ね、参考にならないとは思うんだけど、その順番で行きます。では、一箱目見ていきます。このね、デザインは、さっきのあの、大きな箱のデザインと同じで、こう、ディムがいて、プテラノドンがいて、こう、バックにゲートがあると。で、この箱も、すごいかっこいいですよね。高さがね、約11センチとなってて、後ろに、あ、これもね、ラインナップがちゃんと書いてくれてる。なんかね、シークレットがある、あ、これだ。シークレットあるって書いてるんだけど、なんかね、このシルエットは T-Rex のような気がしますよね。ここで、ラインナップの中にね、T-Rex が、いてないんでね、多分そうじゃないのかな。それでは、箱上から開けるようになってるようなんで、これペリペリっとするのか？なんかもったいない気すんだけど、え？ここかな？あ、ここだよね、多分。はい、引っ張って、カットして。なんかもったいない。なんかもうちょっと綺麗に開けたいですね、これね。はい、開けます。あ、中に、袋入ってる。おほほ、なんだこれ。湿気取るやつ？すごい、しっかりしてる。で、フィギュアと、あと、あ、カードだ。ピンク色の子も、これディムなのかな？僕ほんとごめんなさい。詳しくわかんないけど、ピンク色の子が、いてる。あとトリケラトプスですね。ベイビーダイナソーナイトって書いてますね。はい、後ろこんな感じ。QR コードがある。フィギュアが入ってる袋はこんな感じ。かなりシンプルですね。開けます。開けると、あ、さっきのカードと同じだ。はい、小さいね、トリケラトプスの背中に、ディムが乗ってます。で、なんかね、この透明のやつがあるんだけど、これカバーいらないですよね。これ取っちゃいましょうか。めちゃめちゃ可愛い。高さが約 9.5 センチあります。で、アニアのトリケラトプスと大きさをね、比べるとこんな感じなんで、恐竜自体はやっぱちょっと小さいです。まあ、ベビーなんでね、小さいですね。はい、こんな感じですね。緑色のトリケラトプス、水玉模様の、柄が入ってて、何これ、ほっぺた赤くなってて、ちょっとね、ぷくって膨れてる赤ちゃんみたい、本当に。めちゃめちゃ可愛い。で、トリケラトプスの特徴的な3本の角が生えてて、いや、可愛すぎる。フリルもなんかね、可愛いんですよ。小さいんだけど、めっちゃ小さいんだけど、可愛い。はい、下はね、こんな感じ。あ、ジュラシックワールドのロゴがあって、で、背中にディムーが乗ってるんだけど、なんか掴んでる。フリルを一生懸命掴んでて、ディムーも可愛いね。この子目が、緑色になっててクリクリですよ。で、なんかね、
髪の毛にもなんか顔がある、なんかこの子喋りそうな感じで、幼稚園の帽子みたいなの黄色いのかぶってる、な、幼稚園の帽子なのかな、あの探検家の方がかぶる帽子なのかもしれないけど、いや服も可愛いですね。で、ポケットのところとかね、この辺の細かい塗装とかよくできてて、でリュックにはディムって書いてますね。これ大人の女性の方とかに本当すごい人気出そうなね、造形ですよね。数が多いんでどんどんいきますね。はい、2箱目開けます。開けると、あ、中は同じですね。でカード見ちゃうともう中に何が入ってるのかっていうのが分かっちゃうんでやめておきます。多分ね、さっきと同じような感じですね。外から触った感じはなんかね、別でフィギュアが入ってるような気がする。なんか2体ぐらい入ってると思う。はい、開けるとですね、なんだこれ、旗、旗が入ってて、ディムーンの髪の毛の色は青色。あ、頭にプテラノドンが乗ってる。で、あと、なんだろうこれ。あ、小さいね、プテラノドンのフィギュアが入ってました。で、これね、ハサミ使わなくてもカットできるように、ね、親切にしてくれてる。すぐ、ね、こうやってカットできる。旗をですね、あ、こう、こっち側だ。手にセットするようで、はい、突起の部分を左手に差し込みます。ちょっとね、これ差し込みにくいから、慎重にしないと折れちゃったらね。怖いんでゆっくり差し込みます。頭の上にね、プテラノドンがこうやって止まってるんだけど、この上にハットをこうやって乗せたらいいようですね。セットできました。こちらジュラシックガイド、旗持ってね、ガイドするディムーなんですけど、かわいい。この子もさっきと目の色、髪の毛の色が違うけど、髪の毛にはですね、このなんだろう、顔がある。で、旗にはですね、ジュラシックワールドのロゴがプリントされてて、で、頭に小さいプテラノドンが止まってる。で、これハット上に乗せてるんですけど、まあ簡単に取れるようになってて、はい、こんな感じね。で、上から見ると、はい、こちら。しがみついてますね、プテラノドンね。ぐるっと回して、後ろから見ると、あ、すごい髪の毛がモコモコってなってる。で、この後ろにはジュラシックワールドっていうロゴがね、ちゃんとプリントされてて、いや、細かい細かい。あ、足裏にもジュラシックワールドのロゴがある。すごくないですか？でね、右手に持ってるのは笛。ピピーって鳴らす笛ですね。見て、この鼻のところも赤くなってて、すげーめちゃめちゃ癒されるな、これ。で、こうね、ハットをまた上に乗せて、プテラノドンをね、こう隠してあげると。で、一緒に入ってたプテラノドンなんですけど、これ、後ろ足で立たせることができるようになってて、大きさはね、高さが約ね、3センチとなってますね。はい、翼をぶわっとこう広げて、今から飛び立とうとしてるんだけど、表情はめっちゃ可愛い。プテラノドンで、こんな可愛いの、なんか久々見た気がする。ディムーン旗持ってガイドのお仕事してるから、この後ろにさっきのこうトリケラトプスとかを、後ろにどんどんフィギュアを並べて、ジュラシックワールドツアーをしてる感じで飾ったりもできますね。3箱目見ていきます。まあね、重さはね、どれも多分あんまり変わんない。ほんと、重いですね。ずっしりとくるね、重さになってて。袋開けます。開けると、あ、何これ。なんか髪の毛の色がまた変わった。はい、あ、恐竜が乗ってる。で、おー、車だ。ジュラシックパークの時に乗ってた車ですよ。出てきたのはパークサイトシングバス。読み方これ間違えてたらごめんなさい。なんか観光ってことですね。パークの観光バスっていうことですね。はい、ディムーが乗ってるこの車、ジュラシックパークで登場した車ですよ。で、横にはジュラシックって書いてあって、で、前はね、こんな感じ。あ、ライトのところがクリアーパーツになってる。すごい細かいね。で、くるっと回して、これ残念なことに、こうちゃんとね、止まってなくて、ボンドね。横のパーツがね、ポロポロさっきからね、取れてるんだけど、指で押さえてます。で、後ろにはですね、ナンバーのところに、ディムって書いてて、スペアタイヤもある。
で、下から見るとこんな感じで、タイヤは回るんで下に置いてこうやって手転がしで遊ぶこともできるようになってるんですよ。いや頭大きいからめっちゃ持ちやすい。ちゃんとねハンドル持ってるんですよこれ運転してる。で目が、なんだろう、こうちょっと青っぽいこう緑色になってて、で髪の毛の色がベージュカラーでも下の方がちょっと赤いんですよね。でなんだろう、この子はねニコニコの表情なんだけど、この髪の毛雲みたいな感じなんだけど、この子は怒った表情になってて、で頭の上に乗ってるこの恐竜も怒ってるんですよ。怒ってるけど可愛い全然怖くない。なんかねたまんないね、このしがみついてる感じが、いやめちゃめちゃ可愛いですね。頭に乗ってるのが恐竜っていうのはわかるんだけど、何の恐竜なんだろう、カルノタウルスとかかな。うん、なんかねここちょっと尖ってるんですよ。なんだと思います？この恐竜がわかんない。でもジュラシックパークに出たこの車だから、ジュラシックパークシリーズにね、あの出てきた恐竜なのかな。ごめんなさい、ちょっとわかりませんね。一番前の列最後ですね、4個目、袋カットして、あ、またなんか帽子かぶってる。で、あ、リム寝てる？寝てる？で、あと恐竜ですね。あー、この子も寝てる。ちょっとこれ多分ね、セットの仕方があって、これ恐竜を下に置いて、で、リムちょっと手を広げてるんだけど、これ多分ね、恐竜のこのフリルですよね。この辺なんかをこう挟み込むような感じで、はい、もたれかかってるような感じでセットしたら、いいようですね。これ恐竜と一緒に寝てます、ハグアダイナソーが出てきました。恐竜は一箱目に出たトリケラトプスと色が違って、この子はね茶色カラーになってて眠ってますね。すごいなんか気持ちよさそうに寝てて、でその横でこう寄り添ってこうねディムーンも一緒に寝てます。このセットの仕方がやっぱり可愛いですね。すごいね、これ前足とね後ろ足をこうピンと伸ばしてね、もう寝転んでる感じですね。可愛い、このなんだろう、この目のね形がめっちゃ可愛い。ディムーンはね探検家のこの服装になってるんですけど、この足なんかね女の子みたいなこのね座り方してて、ね横にしててめっちゃ可愛い。この子の表情もいいね。で髪の部分にこの表情があるんだけど、この子はニコッとした表情となってますね。あ、後ろ背中のところはジュラシックワールドのロゴは書いてないようですね。単体で見るよりやっぱりこうやってセットした方が可愛い。なんかじっと見てるとねこっちまで眠たくなっちゃう。ここからは真ん中の列ですね、5個目見ていきます。あれ、なんか出てきた、何これ、黄色いクリアパーツ、シークレットだったりして、あ、なんか めちゃめちゃ大きい。はい、袋カットして、あ、卵だ、卵卵出てきた、卵と、あ、リム、なんかね、ちょっと小さいリム、リム出てきた、リム。あ、すごい、なんかこう、丸くなってる。出てきたのは、ジュラシックヒストリーですね。このリムも、目閉じて寝てる。で、髪の毛は黒色になってて、で、この、髪の部分も、この表情ね、寝てますね。で、これびっくりするのが、背中、なんかトゲが生えてるんですよ。これ多分ね、恐竜、尻尾もね生えてるから恐竜でしょうね。リムーンの恐竜版セットで入ってたこれ卵、ちょっとこう透けて見えるようになってて、こう割れるんで割って、であとこの、クリアパーツですね、黄色いクリアパーツを中にここにセットして、でリムーンをこうねこのここにねセットしたらいいようで、で、最後にカバーを元に戻すと、はい、これでセット完了です。よいしょこれね、卵の外から、こう中で眠ってるディムーンを見ることができるようになってると。めちゃかわいい。6個目見ていきます。あ、何？ジャイロスピアが出てきた。あ、あと恐竜。なんかパーツ多いね、これ。で、あとね、カードと、あ、
すごい、あのね、組み立て説明書みたいな感じかな。簡単な説明書、説明書きが書いてますね。はい、袋カットしてリムーのフィギュアを取り出しますね。わあすげえ、もうなんかに乗ってる。ジャイロスフィアのこのガラス部分セットしたら見えにくいと思うんで、もう先に見ちゃいますね。はい、リムーね、シートに乗ってるんだけど、目が水色で髪の毛の色がピンク色で可愛い。で、なんだろうこの表情わかんない何の表情かわかんない。でね、ちょっと脇締めてる感じで、なんか緊張してる感じが出てすごいいいね。で、ね、なんかこんな感じですね。中のね、造形なんかもすっごい。では組み立てますね。説明書がね、中国語だったからわかんないんですよね。こうかな、なんとなくでいっちゃいますね。はい、こうして、で、この割れてる部分が、この前の方が多分いいですよね。映画のちょっとワンシーンっぽくていい気がする。で、あとは、横をバチッとはめて、で、反対側もセットしたら、もうこれで完成ですかね。で、中の回ったりなんか、あ、してる？してない。してないね。ちょっとでもなんか動いてる気がする。ジャイロスフィア組み上がったんで、名前の方なんだけど、こちらはですね、スフェリカルツアーバスかな？英語読み方間違えたらごめんなさい。はい。で、これね、ジャイロスフィアの中に、ディムーが乗ってるんだけど、ジャイロスフィアの形が、またこれよくできてて、ガラスがね、割れてる感じ、恐竜に襲われて、ちょっとガラスがね、割れてる感じになってますね。で、あと、ジャイロスフィアが丸いから、こう下に置いたら転がっちゃうから、この下にセットするのがあって、そう、この上にジャイロスフィアをセットすると、はい、こんな感じで、こう、バチッとね、置くことができるようになってて、で、セットで入ってた恐竜はですね、これ誰？ステゴサウルスかなって僕ね、思ってたんだけど、違うね、この背中に板があるからステゴサウルスっぽいなと思ってたんだけど、違う、この子誰？なんかね、上顎のところ、歯がめっちゃ生えてるんだけど、なんでこれサンマさんみたいな感じになってるね。誰だろうこれ？ごめんなさい。これほんとわかんないね。で、この上に置いてですね。で、こう、ちょっとジャイロスフィアに乗ってるディムが襲われてる感じで、こうやってね、セットできるようになってるようですね。なんか、襲われてるっていうか、一緒に遊んでる感じですよね、これは。7箱目、見ていきます。あ、なにこれ、ダイナソーってなんか書いてる。え、わーすげー飛んでる、ディム飛んでる。ディムの背中にね、この透明の、補助パーツがあるんで、これをね、差し込みますね。で、ちょっとこう、ぐっと角度を変えて、差し込む台座は、雲でしょうね。なんだけど、白色でパールが入ってて、キラキラしてる。ここに、はい、ぐっと差し込んで、出てきたのはプテラソウ、パラグライダーってなってるんで、翼竜とパラグライダーですね。下の台座が雲になってて、ディムーがパラグライダーして飛んでる。めちゃめちゃ可愛いこれ。で、ちゃんとね、こう手持ってるんですよ。こう操作してる感じ。で、こう角度変えれますよね。こう斜めとかにして飾ったりもできるようになってて。で、さっき見たけど、この上にはダイナソーって書いてあってですね。で、プテラノドン、小さい、これもね、後ろ足で立たせることができるプテラノドンになってて、で、翼を広げてね、飛んでるポーズになってるんですけど、この子を、これ、上に乗っけてましたよね。乗せて、はい、こんな感じで飾ることもできるようになってるようですね。新たなる支配者だと、こう、ケツアルカトルスが飛行機を襲ってましたけど、この子はね、多分ね、ディムーと一緒にこうね、飛んで遊んでるような感じですよね。真ん中の列最後、8個目。あ、ディムー、ハットかぶってる。おー、なんだろう、このポーズは、このポーズは伝説のポーズじゃないですか。中に入ってたのはダイナソートレーナーですね。このポーズといえば、オーエンですよね。オーエンがやってた、こう手をかざすポーズをディムーがしてますよ。なんかかっこいいね。なんかキリッとした表情になってる。で、ってことは、こっちはこうブルー、4姉妹の時の、これはブルーなのかな？はい、こんな感じ。この足元は草が生えてて、かわいい。すごいね、立たせやすいですね。で、でもね、でもこれやっぱ、体横はこれ青色のラインになってるのかな？もしかしたらブルーかもしれない。アニア・ジュラシック・ワールドのブルーとね、比べるとこんな感じですね。ちょっと色違うし、青色のラインが綺麗に入ってないけど、多分ブルーですよね。手をかざしてるこのディム、決まってますね。キリッとしてる表情もね。
はい、で後ろはまあ特に何もない、なんかこうちょっとこうポチャっとした、体型もね、なんかお腹出てる、横から見たらお腹出てるね結構ね可愛い。まさか劇中のあの応援のね、こう伝説的なポーズをこうねディムーがするっていうのがちょっと面白いね、これめっちゃ面白い。では最後一番後ろの列をね見ていきます。9個目ですね、シークレット来い。あ、違う、残念。はい、カメラ持ってる。で、恐竜が入った。あ、ほほほ、なんだこのピンク色の恐竜。出てきたのはグロースレコーダーなんで、成長記録っていうね、タイトルですね。ピンク色の恐竜ってパッと出てくるのはアニメ版のパラサウロロフスなんだけど、いや、これわかんないな。でも、なんか二足歩行の、なんだろう、肉食恐竜の赤ちゃんのような形ですよね。すごい、なんか下顎からこう吐き歯が出てる、かわいいですね。で背中にねこれ柄が入ってて、でこの子も足元はこう草の生えた台座になってるから立たせやすいですね。で恐竜の横にですねこう写真を撮ろうとしてるディム、でこの子もねちょっとこう手をかざしてですね、こうなんか落ち着かせるようなそんなポーズを撮ってますね。あ、違う違う、ごめんなさい、これね手をかざしてるんじゃなくて頭撫でてるんだ。恐竜の頭をディムが撫でてる時のポーズになってたみたい。あ、ごめんなさい、セットの仕方間違えてましたね。10個目見ていきます。ん、なんか入ってるぞ。おっきい恐竜出てきた。取り出したディムをですね恐竜にギュッとこうくっつけてですね、出てきたのは大きな恐竜が入ったブラキオサウルスフィーダー。ブラキオサウルスね、すごい大きくて、でその横でですねこうブラキオサウルスに抱きついてるこのディムーが可愛すぎる。このポーズが本当可愛いですね。服装かっこいいね、黒に下が、オレンジで、このねフードがねあのオレンジ色になってて後ろから出てるんですよ、かっこいい。で髪の毛の色が赤色になってて、でここニコッとしてる。でなんだろう、このディムーの表情なんだけどちょっと不安げなね、なんかそんな表情になってて、目が黒色で、いやーなんかすごい、なんかさっき抱きついてたんだけど、ブラキオサウルスに抱きついてたんだけど可愛かったですね。セットの恐竜はブラキオサウルスで、体ががっちりしてて、あのジャイロスフィアに入ってた恐竜がねこれなんだけど大きさ全然違う。でこの子ね背中に乗せたりなんかもできて、もういろんな組み合わせがねこれできますよね。で、なんだろ、水玉模様になってて、なんだこれ、首のとこになんかセットしてるよ。で首が長いんだけど、こうまっすぐ上に伸びてるまっすぐ上に伸びててね、面白い。で麦わら帽かぶってるんですよこの子ね。どのディムーも可愛いんだけど、なんかこの子めっちゃ可愛くないですか。なんかこう抱きついてなんかじーっと見てる感じがたまらない。シークレット出ないですね。11個目見ていきます。なんだ、え、恐竜ディムー、何これ恐これディムーが恐竜になってるのかな。こちらザ・バース・オブ・ア・ベイビー・ダイナソー、ディムー恐竜が誕生しました。ディムーが恐竜になってこう卵から誕生したフィギュアですね。卵のかけらがお腹に乗ってる、で目が緑色になってて、でね体もディムーじゃなくて、もうこれはねあの恐竜恐竜ですよ。でなんだろう、この尻尾すごい肉食恐竜かなこれね。で目が緑色になってて、で頭はねニコッとした表情になっててですね、でこれ上顎になってるのか、歯が生えてるよ変なところから歯が生えてる。でこの後ろにも卵があって、ちょっと大きいのと小さいのがねありますね。いやこれ面白い、ディムー恐竜だ。最後12個目なんですけど、多分出てないのがこれなんですよ。だから多分これかシークレットかってことですよね。シークレットって多分ねなかなか入ってないから、多分これが出てくるとは思うけど、まあでもね期待して開けてみたいと思います。違う、シークレットじゃない、思ってたのが出てきた。ちょっと組み立てますね。これディムーの、手にですね、はい、このなんか虫眼鏡みたいなのをはいセットします。反対側の手には、あ、これなんだ、バインダーみたいなのをはい、ここに反対の手にセットします。卵3個あるんだけど、1個はもう割れてなんか恐竜が誕生した感じになってるんですけど、ここにはい小さい恐竜を何なんかねノコノコみたいな恐竜が出てきた。
はい、これをねセットします。これでコンプリートです。ダイナソーエッグ、リサーチャーが出てきました。バインダーに虫眼鏡を持っているディムーが恐竜を観察してますね。まずは恐竜の方から見ていきましょう。卵が2個あって1個割れて、この中にね恐竜をセットしてるんだけど、取れるようになってます。この恐竜なんでしょうね、わかんない。これもなんかみんなちょっと同じような感じになってるからわからない。肉食恐竜のような気はするんだけど、どうなのかな。頭の形がノコノコみたいな形になってる。白衣のディム、バインダーに、あとね虫眼鏡持ってめっちゃ一生懸命見てる。でちょっとこう座り込んで見てる感じでね、このポーズも可愛いですね。で後ろにはですね、こう葉っぱが肩に乗ってる。で、この目は水色になってて、頭にはこのメガネがねこうちょっとセットされてて、おしゃれちょっとこう頼りなさそうな先生感が出てて面白いですね。で頭にも葉っぱがいっぱい乗ってて、いやいいね、なんかうん、なんかちょっとお茶目な感じがしていいね。こちら初めて買いました。ディムジュラシックワールドシリーズワンボックス、開封したんですけど、ジュラシックワールドで登場した車とかジャイロスフィアとか乗り物もあったり、あと恐竜もね、すごい可愛らしい恐竜もねセットで入ってるんで、本当に楽しめるようになってましたね。ね、動画初めにも言ったんですけど、1個のお値段がかなりいいお値段するんで、ね、購入するか悩まれる方もいると思うんだけど、見てもらったら分かる通り、もうどれも可愛いからね、もうハズレは本当ないんで、気になる方はね、ぜひね、チェックの方してください。今回はディムーのこうジュラシックワールドシリーズをご紹介したんですけど、他にもなんかね、いろんなシリーズのフィギュアがね、こうやって売ってたんで、ね、また気になった方はぜひね、ディムーで検索してみてくださいね。そしてなんかこの中で、まあ、気に入ったのとかあればね、これが可愛かったとかぜひね、コメントで教えてください。はい、ということでね、今回はこの辺で、よろしかったらね、チャンネル登録に、高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。